伝えたいのか。伝えたい。鉄。あ、やばって。ということでですね、この前伊豆大島で一緒に走ったあの一週間中なんどこで、ね、和歌山の口熊のマラソン、口熊のマラソン M 高橋さんも自己ベスト出した。あまちゃんは2時間59分何秒5秒ということでですね、ただね、自己ベストが出たというとめっちゃいいコースなのかなと思ったらめちゃくちゃアップダウンあるんだよね。最初からのアップダウンがあるって分かってたから、普段の中でも自己ベスト出して、で、さらに自己ベストが何分？5分。5分。5分って結構すごくない？ 5 分って切る何秒違うんだけど、パパってすぐ出てこないけど、っていうぐらいも早くなったんですけども、やった練習めっちゃ気になるやん。これ、セブスリー目指してる人だけじゃなくて、5分やっぱり早くするには、まあ、どんな感じのことやったのかなっていうところで、3ヶ月前の練習からちょっとお伺いしたくて、まあ、今回ね、2月の頭に出したってことだから、まあ、1月、12月、11月ぐらいからちょっと練習聞かせてもらって、北海道がちょうど走れなくなる時期なの。そうだね。12月、そうだね。そっからで自己ベスト出すって本当すごいなと思って、まずじゃあ月間走行距離11月12月1月大体で、うん、大体で11月が多分200ないぐらいかな、で12月が150ぐらい、1月も150ないぐらいかな、150ないぐらい、で今回がだから200を切ってるっていうのはもうみんなちょっと待ってくれよと、俺は300走ってもサブスリーどころかサブ3時間10分55分も消えないんだけどみたいなことも結構言ってね、でそこの辺がなんか話を聞いてると結構いろんな練習組み合わせてたじゃん、20キロ走やったりインターバル、そうだね、400メートルとか10本やったりとか2キロ4本とかね、そうだね、で今回私聞いて私も取り入れてよかったなっていうのがね、結構2キロのインターバル、私も1キロとかはみんなよくやると思うんだけど2キロって意外と違うんだよね。1キロのインターバルでは、ふぁ、あと4本ね、とかって思えるやつが、2キロは結構、ちょっと、すいません、ね。2本目からちょっとすいません、みたいな感じ。なる練習で。で、そういうのもしね、取り入れてない人とかがいたら、こういうのもあるよっていうところで、あと、あまちゃん的に良かった練習。良かった練習。それを本当に、スイちゃんが背中を押してくれた、こうキロ4で5キロやってみる TT を2週間前にやってみたね、あれが本当に良かった、そういうのもね、あの自分でちょっとチャレンジする日、まあ、毎回チャレンジしたら怪我しちゃうから、ちょっとチャレンジして自分の走力を把握していくっていうのがね、大切になってくるのかなって話聞いてるとね思いました。あとじゃあご飯は、ご飯はお米を積極的に取ろうっていうのをやってたかな。パンとかすごい好きじゃん。そう、パン好きでしょ。パン好きなんだ、だけど、なんとなくパンだと軽、なんだろう、お腹に。そう、たまんないからね。なんとなく、あとは多分スイちゃんの影響かな。そう、おにぎり食べてください。米がね、ほんとね、あのね、リカバリーにもいいし、走るためのこう脂肪燃焼の着火剤にもいいし、米がね、合うのよ。あれを感じたよ。でした。前日もめっちゃ食べたもん。あ、米をね。前日も米食べて。米食べてね。今までパン派だった。たので、そうカステラとかそういうのを食べてたんだけど、それに米を付け加えて、米付け加えて、米パワー、はい、をしてたかな。でちょっとでもその日に食べたものを教えてもらってもいい、その朝ベスト出した時の朝、遠征だしさ、コンビニの塩結びを2つと、2つ、で私セブン好きだからセブンプレミアムのカステラ、はい、あるんだ、4つで300、4キロカステラ入ってあるね、あれを食べたのと、あと卵、このスイちゃんの影響で、卵、ゆで卵、あのムキムキして食べたのと、あとそうだ、あと好きなもの、もう好きなものいっぱい食べて、好きなものをね食べて、チョコレート、チョコレート、それはチョコレートの何、どういうチョコレート、生チョコ、生チョコをね食べたと、好きなものを栄養に、まあ主に糖質ということでね、まあチョコは油も入ってるけど、まあでも好きなものをね、あと野菜ジュース、野菜ジュース、野菜ジュース、これ一本はもう必ず毎回カゴメの社員さんです、全然自腹で普通に買って、カゴメの近く、自分でね、カゴメ好きで、私も好き、大好き大好きで、さらにモルテン使ったんだよね、モルテンは初めて、朝飲んだの、それともさ直前に、あのジェルだけ、あ、そうかそうか、ジェルを3つ走ってる間に、そうジェルは何キロごとに取ったの、12キロ、これも初めてやってみたんだけど、12キロ、24キロ、35
35、ラストでも取ったんだ。取った取った取った。気持ち、お守りみたいな。お守りみたいな。そうかそうか。今まで、じゃ逆にサブスリー目指したけどさ、うん、途中で失速した大会もいくつもあったじゃん。いっぱいあったよ。すごいね。いっぱいあった。アマンちゃんって、そう、アマンちゃんって、走り始めてすぐ3時間6分まで行ったんだよね。もうそれが6年ぐらい前だよね。うん、そうだそうだ。だから、私からすると、もう、私その時まだ十何分とかの時で、だから、なんかアマンちゃんそのまますぐサブスリーするのかなと思ったら、ハーフ早くなったけど、なかなかベストがフルでは出なくて、なんなら10分ぐらいまで交代したりしてて、でその中でポーンってさ、なんかずーっと、なんならこう落ちてったところでこうなったよね。だから本当ね、そういう人も多分いると思うの。目指したからこそ落ちちゃった人とかいると思うんだけど、希望にしていただけたらと思うんだけど。うん、スイちゃんこれ絶対伝えたいのか、伝えたい、鉄だね、私そうだ、鉄欠乏症になってることに、うん、去年の6月、うん、人間ドックで分かって、うん、そこから食べるものをちょっと意識して、うん、多分それで10月ぐらいから、うん、こうハーフで1時間半切れるように戻ってきたのかな。そうだよね。だから私がさ思うのは、ちょうどそのパンパンパンと早くなった時は30ぐらいだった、うんうんうん、でやっぱり女性ってこう35ぐらいにかけて女性ホルモンの感覚も変わってくるし、やっぱりどうしてもちょっと前は若さで、うん、そのまま行けた、もう全然100キロ走っても翌週なんかフル走っても大丈夫だけど、あれちょっと違うっていうのがやっぱりね、うん、こう年齢と加齢とともに、これはまあ男性もそうなんだけど出てくるから、ちょっとなんかなんかおかしいな、練習が足りないんじゃなとかじゃなくって、そ、ね、ケアの部分を見直すだけで、だいぶ楽になることが、ね、こうやって鉄がさないからさ、そうそう、酸素運搬できないわけ。そう、鉄が足りないって酸素がさ回んないからさ、そうなの、苦しいよね。4分半でハーフが走れなくて、うん、4分55秒で余裕で走れたのね。なんで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 って、でどんどん悲しくなるよね。ダメだったダメだった、うんうん、で初めてその血液検査みたいなので、うん、初めて自分の体を知って、うん、ごめんよと思って、そう、これじゃ走れなくなっちゃうっていうのがねあるので、うん、とにかくちょっと自分の体の把握、うん、その走力把握も大事だけど、まあ、体の把握 ね、そう、あとはやっぱりランニングすると意外と知られてないのが、肝臓がお疲れちゃんになる。やっぱエネルギーを作らなきゃ作らなきゃって、どこで頑張るのって時、結構肝臓も疲れてて、うん、でお酒飲んでないけど肝臓の数値が上がっちゃってて疲れやすくなるって人もやっぱりいるの。そう、忘れてた、サブスリー前、サブスリー前初めてお酒を飲まなかった、飲まなかったお酒を控えましたノンアルにしてみたよ、はい、これね、福島まいちゃん、福島、ね、姉妹のまかなちゃんとかは飲んだ方がいいって人もいるんだけど、うん、まあ、まんちゃんは結構普段から飲むんだけど、うん、飲まなかった。そうだね、よかった、うん、ね、自己ベストが5分も縮まったので、お酒をもしかして我慢した方がいいかも、もしかしたら人によるかも、人によるかも、人によるかも、強制しないけど、うん、本当に。で、ただ面白かったのが、お祝い、サーブスリーのお祝い何がいいって言った時に、あまんちゃんは、はい、豚足、豚足、豚足、そう、めっちゃ好き。そしてコンビニのセブンプレミアムのワインだけ、赤ワイン、白も好きだよ、はい、白も好き、セブンプレミアム、はい、アマンちゃんに会う時はセブンで買えるお店、セブンで買えることで喜んでいただけるので、でも何でも、はい、でも実は伊豆大島にはコンビニないからね。そうね、そうだった、セブンイレブンなんて買えないっていうところもね、世の中にあるので、そうそうそう、何事も当たり前じゃないんだなっていうことをね、本当にね、そうだね、本当にセブンなんてどこでもあんじゃんって思うないとこもあるからねっていうところでですね、あとなんか皆さんになんかいいこと、これ良かったよとか、もしあったら、ね、うん、それこそ、うん、スイちゃんに伊豆大島で教えてもらった3点セット、うん、3点セット、マリオ、マリオ、マリオジャンプで腸腰筋を腹圧を、ね、かけるっていうのと、寝て4文字で、お尻をね、そう、ここに、うん、何、刺激を入れて起こしてあげるっていうのと、うん、あとここだ、ここだったりするけどね、出会ってたのかな、出会ってたよ、出会ってたよ、4文字でやってね、勝手になるからね、うん、それとそれと、うん、あ、ごめん、一番大事なやつ、うん、あ、ロープ、ロープ、ロープ、坂が多かったからね、あ、それやってくれてね、全部言ったよ、うん、ロープ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 、めっちゃいいね、そう、あ、いや、いいよ、いや、本当に、うん、びっくりした、あ、よかった、そう、うん、この間スイちゃんに言ったけどさ、教えてもらって、うん、坂って今まで足で登らなきゃ登らなきゃって足が疲れてたんだけど、うん、そのロープ教えてもらうと、うん、こっちに意識がある、そうだよね、よかったよかったよかった、よかったね、この動画もね、坂の登り方もあるし、この前アマンちゃんと作った動画もあるので、リンク概要欄に入れておくのでね、え、ほんとなんかね、一個一個こう意識合うのがあれば、ほんと一気にさ、うん、楽になる。でもとにかくみんなに言いたいのは、とにかくここに力が入らなくなったら、うん、もう腰が下がるって、腰が下がるって難しい言葉になっちゃうんだけど、全部下に行っちゃうから、
上がることに力かけなきゃいけなくなってくるから、うん、とにかくね、この今みんなもバンザイしてみて、でこう座っててもできるからバンザイして、ここお腹にこうピンって張って、うん、このまま手下げてさ、姿勢いいじゃん、これで走る、うん、であとはもう私はね、姿勢が本当よく悪くなるから、もうとにかく座ってる時もここにかかってる、はいはいはい、でやってあげると、それこそ姿勢いいねって言われる回数も増えてきたの、うん、少しずつ、うん、さん姿勢いいですねって、うん、でそうすると自分も嬉しいし、うん、でなんならお腹にこうかかってる方が最終的に疲れないわけ、うん、こうなるよりも、そうで、いつも以上にちゃんと呼吸がこう入ってくるから、うんうん、あのその呼吸がやっぱり呼吸も入ってくれば楽、疲れが取れやすくなるし、でランニングの時も姿勢維持が、まあ、普段からも楽になるから、うん、とにかくこの姿勢ですね、もう一個言って、もう一個言って、付き合って付き合って教えてくれた、うん、あの走る時にスイちゃんは、うん、疲れるけどこうやって手を上げるっていうの、うんうんうん、それでサブス3時間10分から分になったって言ってたじゃん、うんうん、でそれを、ま、ず5キロおきにやろうと思って、うんうんうん、両手だと疲れちゃう、片手でこうやって、ああこうやって、いいな、確かに確かに、うん、こうやってやってたら、うんうんうん、あのね、できてたかわかんないけど、うん、本当に伸びる感じがして、うんうんうん、またリセット、あそうだね、そうリセット、うん、リセットできた気がする、うん、そうマラソン中リセットする、うん、なんか悪くなってきたなと思ったらリセット方法をいくつか持っとくと、うんうん、あそうだね、そうだね、そうなんか、あ自分はなんか息上がりやすいんだなと思ったら吐く、あやばいやばいと思ったら吐くとか、うん、まあ、さっき言ってくれたみたいに手を上げる、片手でもいいし、うん、まあ、両手でもいいし、うん、走りながら上げてあげてリセットしてあげるっていうね、うん、ね、あ本当によかった、よかったね、ありがとう、まだ今シーズンまだまだあるのでね、あまちゃん北海道にいるけどいろんなとこにね、ねねね、一緒に本当におめでとう、ありがとう、ありがとう、そしてなんかシーズンでね自己ベスト出してる人いっぱいいるからさ、ありがとうございます、そして出てない人もね、前に進もうとした自分を褒めてあげてください、うん、その結果はいろいろあるけど、進もうと思ったからこうマラソン大会エントリーするし、出場するしさ、うんうん、すごいことだから、とにかく、ね、行って行って、行って行って、いや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 、みんな頑張って頑張って、伊豆大島もそうだ、うん、そうだったけど、うん、教えてもらって、うん、いろいろね、うん、でその前にオーダーフィールドで、うん、一緒に5キロ TT をやろうって言ってくれて、うんうんうん、その時私はキロ4ではあのコートでエントリーしなくて4分10ぐらいで行けばいいかなって思ってたじゃん。うんうんうん、だけどスイちゃんが、いやもったいないよ、やってみないよ、やってみなよっていうので、うん、あそっか、せっかく北島行けるとこまでやってみようって思って、うんうん、チャレンジしてみたら、うん、ギリギリだったけど、うん、行けて、それが、うん、あの嬉しかったのと、うん、やっぱなんでチャレンジできたはずだったのに今までやってこなかったんだろう、うんうんうん、ダメでもいいからやってみようっていう気持ちがね、よかった、本当によくって、その気持ちが良かったから、うん、あのフルマサブスリーする時も、うん、ダメでもいいから行けるとこまでやってみようって、うんうんうん、お前よかったよかった、チャレンジね、そう、もうチャレンジ、よかった、チャレンジいっぱいねしていこうってとこで、うん、あのだからね、アマンちゃんはフルマラソンを走るそのサブスリーした直前で4キロ4で、まあまあきついよ、だけど4分10ぐらいで走ったもんね、うんうん、そうだ ねその後もね、はフルを走れちゃうっていう、これも本当に人それぞれで、うん、なんかスピードないからサブスリー目指せないとかじゃなくって、うん、まあその本当に自分人それぞれさ、特化したとこがあるからさ、うん、ね、18分で走れてもサブスリーきつい人も全然、ね、17分でもいるからさ、とにかくですね、まあ、自分を知っていく、どんどん、うん、私はロングには強いんだと思ったらね、うん、そんな頑張ってスピード無理してやって怪我するよりはマラソンよりも速く走れるんであれば、なんかいいとこ伸ばしていくっていうとかね、うん、まあ、のスピード練習も徐々に徐々にね、そうそう、ピキッとか来るから、そうそう、だから本当にね、こう自分のこう幅はこう徐々にこう押していく感じ、うん、伸ばしていく感じで、うん、ね、とにかく私はさ、みんなにも速くなってほしいんだけど、怪我してほしくないんです、もう人生楽しむために走りたいから、もうとにかくだからストレッチ、もうみんなお願い、ストレッチでね、可動域が上がればね、もっと絶対楽になるから、もうストレッチ一緒にめんどくさいけどしましょうね、その次に筋力トレーニングできたらいいなっていうところとかでね、ということで、あの最後は私は説教する女になってね、みんなにストレッチ、ストレッチ、ストレッチってだってみんな足上がんなのにさ、走って上がるわけないじゃんだから私もそれですごい楽になったから、うん、もう本当どうしてもですね、お伝えしたくてちょっと伝えたい、で今日はね、ここホテルだったんだけども、今姫路城走ってきてね、朝ね、モーニングランを、だ今ちょっと写真載せるわ、してきて、でやっぱマラソン後にさ、マラソンだけでは見れなかった裏、そうで、ちょっとこの写真ちょっとさ、うん、あの池に映る姫路城、そうだね、
2つ、ね、見たら分かる ね、 見たらね、うん、姫路城の姫路が教えてくれた、もうこれ絶対知らなかったっていう場所で、博物館なのかな、博物館なのかな、あともう一回調べ直すけど、鏡ドーンって姫路城がドーンって映るとこがあって、まあ、こちらの映像ですって感じで、ドーン映って姫路城みたいな、振り返った、ね、そうそう、でちょっとマラソン翌日でちょっとリカバリーイベントだったんだけど、うん、登りましょうかっつってちょっと階段男山ねそう結構な階段だったんですよ、うん、みんなねちょっとゆっくりね、うん、行きました、そしたら登り切ったらさ、姫路城ドーン世界遺産みたいな、そうそうそうドーンだったよね、ドーンみたいな、で姫路城マラソン自体もまあちょっと他に動画作ってるけどドーンって感じで昨日からずっと言ってそうそうそう、姫路城ドーンそうそう、姫路の駅降りてもドーンって感じでとにかくですね、ちょっと姫路のマラソン後にね、その街をもう一回ちょっと歩き直すとかね、あと翌日に意外とこうみんな結構さゆっくり、うん、ダラダラした方がいいのかなと思う方も多いんだけど、うん、ちょっとできればちょっと動いたりとか、うん、まあちょっとさすってあげるとかもね、してあげた方が とにかくちょっと固まるのをちょっとやめてあげる、うん、で昨日私たちは水風呂にさ入って頑張ってさ、うん、あと1分だよ頑張ろう、まだこの辛さで明日が辛くないからって言ってそうそうそう、みんながみんな時間あるわけじゃないんだけど、もし時間あったら水風呂できるだけ冷たいやつ、息が冷たくなる、ね、そうで私だけじゃなくて、アマンちゃんもそうだったんだけど、よ当日寝れない方、そうそう、ね、興奮して寝れない方、私もそうだったの、このマラソンの日は、なかなか寝つけないなと思ったけど、ね、そう、そう、そう、当日、うん、当日。で、だからそういう人は、走った後に、水風呂の、お水を頭から、もうアマンちゃんと昨日、あと3回、気持ちいいんですよね。意外と気持ちくて、ほんと夜ね、寝れたわ。ね、うん、寝れた。昨日寝れた。うん、そうだ。ほんとね、頭が熱くなってこう熱のまま興奮したまま寝るって寝れないのよ、うん、あと寝れても浅いとか、うん、ね、ということで皆さんもしよければね、こうみんなに会うわけじゃないし、ちょっとそれで心筋梗塞でとか言われちゃ本当に嫌だから、ね、足元あたりが心臓から遠いところからね、ちょっとやっていけるかなと思ったらって感じで、無理しちゃダメ、とにかく、うんうん、無理しちゃダメで、無理するときは少しずつ、うん、こうなんかこう釣り夏のなんとかを渡って釣り橋を叩いて渡るみたいな、ランニングはそれでいいと思う、その少しずつ少しずつ、で人と絶対比べない、だって絶対こうやってさ、いきなり速くなったのにこう成長が一回こうストップするね、成長というかそのねタイムがストップする方もいるし、落ちちゃった時もあるし、だけどいきなりさ落ちたのに這い上がるみたいな見た人もいるから、もうとにかくいろんなパターンがあるから、もう人それぞれね、筋肉の質も人それぞれ、ほんと、うん、そうだね、毎週100キロ走れる人もいるけど、うん、私なんかほんと絶対走れないから、私はそういう質じゃないから、これでとにかく人生楽しむランニングね、一緒に無理なく無理なく、これほんとね口酸っぱくする、無理なく , 笑顔で楽しく、説教おばあさん、説教おばあさんだからみんな無理するんだもん、ね、そうだよね、そう、走ったりも、ね、分かる分かる、だからちょっと今日は私、今シーズン私はもうね、みんなの戦時期ってちょっとゆるキャラになって、ゆるキャラバシリをね、ちょっとさせてもらうんだけど、そこはこれでいいし、でこれで目指すのも超かっこいいし、ね、ゆるキャラで可愛いでしょ、うん、はい。ゆるキャラ。ゆるキャラ説教おばあさん。いいね。ゆるキャラ説教おばあさんで。ということで皆さん、で今週もまだまだ一緒に楽しく走っていきましょう。バイバイ、アマちゃんでした。ありがとう。おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございました。